月一コストコ小十五です。月2回かな。今回はマドレーヌアソートプレーン&レモンです。コストコさんの定番の商品マドレーヌなんですけど、これね、このよく変わるんですよ、テイストが。今回はノーマルなやつとレモン、プレーンが10個とレモンが10個です。いただきます。プレーンから。卵感がね、すごいあります。卵とね、ミルクの調和、そしてかなりそれが濃くなってる感じで、すっごい美味しいです。レモン、このレモンの爽やかさとホワイトチョコレートがよく合います。これキンキンに冷やしても美味しいんじゃないね。どちらもね、ちょっとしたいいケーキを食べてるみたいだもん。美味しい。それではどんどん食べていきます。これね、ほんまにうまい。いろんな種類のマドレーヌ食べてきましたけど、コストコのね、これ、今一番。あと5個ずつ。ホイップつけよう。ホイップを。ホイップをつけて食べまーす。ちょっとがっつり取ります。よいしょ。ホイップクリームはね、全部使いました。すごいクリーミーになってめちゃくちゃ美味しいです。この甘い生地にクリーミーなホイップが染み込んでいく感じがすっごい美味しい。
ホイップクリームがもう全体をまろやかにしてくれる感じです。レモン生地もこのホワイトチョコにもぴったり合います。こうなったらね、もう完全にケーキやね。ホイップつけたらもうつけずにはいられないね。最後一個。ごちそうさまでした。コストコさんのマドレーヌアソートプレーン&レモン、大変美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。ショウジュウゴでした。コストコのね、マドレーヌシリーズはいろいろね出るんですよ。今回初めてレモン食べましたけど、いや美味しかったです。今までで一番多分好きですね。皆さんもぜひホイップのね、1リットル一緒に食べてください。